ごい光ってる。おや、七夕祭り。クローゼットです。鏡がここしかないので、クローゼットの中にいるので、何時とか時間が全然わからないんですよ。なので57分になったら教えてください。狭いです。前を向けないんですよ、足が。こうスマホもちょっとギリギリのところで挟んでるので、いつ落ちるかわからない。危険。見て、黒くなってる。もうやめます。春休みの課題もうやめますって言った後に、また実はその後またやったんですよ。実はその後また2ページやって計5ページやりました。すごい偉い、自分偉いって思います。偉いですよね。頑張りました。もう本当にやりません。もう終わり。本当に
っ白。そうなんですよ、すごい光がすごい光ってる。ここまで下がんないと光ってます。すごい、クローゼットにいると暑いですね。私はいつもここでメイクしてます。3月の生写真が届いて、ランドセル背負ってるの。ランドセルです。3月なんか、なんだろう、新学期始まる、新学期始まるって感じじゃないですか。だからランドセルちょうどあったので、ランドセルを背負いました。この後はお出かけするのかな。お出かけしないです。気分でやってます。ここはリュック、カバン、間違った、リュック、カバン、リュックです。荷物少ない時はカバンです。薄いですか？なんかよく薄いって言われるから、なるべく濃いくするように心がけてるんですけど、わからないんですよ。まーちゃんこんにちは。今日は私の誕生日です。おめでとうございます。こんなティッシュ出したままですいません。おめでとうございます。
からメイクするようになったの？私が中1に入ったので、中1からメイクをするようになりました。中1ってなんかメイクっていうメイクはしないじゃないですか。してもしたとしてもリップぐらいしかしないじゃないですか。だからちょっと覚える、鏡がない、あれ？あった、じゃん、手作りの鏡です。木彫りです。自分でその中学校の時になんか自分でやれみたいな、やれっていうか自分でやんないといけない授業があって、タイムの時間5時45分。ありがとうございます。多分30分でメイクできないかもしれないです。
つ。ディズニーランド行ったことある？幼稚園の時に1回だけあります。続きは次の枠。続きはどうしましょう。次の枠かもしれないですね。いや、もう完成してるかもしれないですし、いや、多分完成してるかもしれない。いつ、多分中2ぐらいに買ったのかな。めっちゃへこんでる、へこんでる、すごい。あとアイラインとリップだけ。あとはまあ大体そうですね。まーちゃん、俺もメイクとまではいかないけど、目の下に黒いのつけることあるよ。黒いの？目の下の黒いのって何？なんだっけ、次思い出した。ハイライン引けるかな。ちょっとこの筆のやつが練習してないんですよ、あんまり。筆じゃないやつは練習したんですけど、手作りいいでしょ。ちょっといろいろ失敗してるけど、ここらすごい可愛いですよ。ほとんど先生やってくれたんですけど、自分でできなかった。作っちゃったの。どうせなら使おうと思って。失敗しないように。めっちゃわからないけど。
く左右対称にできないんですよ。書いてるの分かんないですよね。でもこれ以上書くと失敗しそう。57分だよ。ありがとうございます。じゃあランキング読みます。もうほぼ完成なので、もう次の配信では完成してます。じゃあ13位から読みます。13位、メガネさん。12位ピンクおこめさん。11位リディオスさん。10位ナルキソスコールさん。9位ハイヨゾラさん。8位クロさん。7位ハサッピさん。6位クマコウさん。5位ヨウジロさん。4位京太郎さん。3位フォレスト系男子さん。2位メンダコのしっぽさん。1位サブローさんです。
あとはまつげだけなので、まつげやったら終わりなので、次の配信では完成した姿です。イベント配信は次で終わりかな。そうです、そうです。あれ今6時ですよね。じゃあ7時から、次の配信は7時からです。花のトーンがめっちゃ明るくなった気がする。本当ですか？でも場所によって違うんですよ、やっぱり。ここが暗くてここしか電気つけてないので、ちょっと30分じゃなくて6時になったのもわからない。イベント終了まであと2時間だって。